道高寺は、香川県多土津町にある信言集大五派大本山の寺院。詳しくは、相田山明王院道高寺と交する。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所霊場の第七十七番札所。本尊信言、音コロコロ千台里まとうぎ相和か五栄か。願いをは、ふっつ道高に入り果てて、菩提の月を見まく星さに、農教院、当時本尊。 七ヶ所参り受老人天平の頃、この付近は草園であった。自伝によれば、和道五年、当地の領主である、和け道高が桑の大木が、夜ごと怪しい光を放ったのでその方向に矢をいると、矢が乳母に当たり謝って殺してしまった。これを悲しんだ道隆は、桑の大木を切り、薬師如来を刻んで道に安置したのが起源であるという。道隆のこの朝夕は、 大道二年頭から貴重した空海に頼み、九十センチメートルほどの薬師如来を彫像し、その体内に道高の像を収め本尊とし、また、空海から樹海を受け、第二世住職となって七道伽藍を建立し父の中から道高寺と合した。そして、第三世は、空海の実定の新宮美僧城が次二十三坊を建立。 第四世はエンジンで五大名王を彫造し、五窓を混流し、第五世の消防の第二は、放送祈願書となり大いに栄えた。しかし、上元年間の大地震による被害や、公平三年の陛下や、天章の陛下による災難にあって、工防を繰り返した。地語大師に王像以下小さい祠に大門を入ると、参道一番奥に本堂があり、その手前の右に、大師堂、左に、 農協所がある。小さい、様々な祠は本堂を取り巻くように点在する。本坊は、二王門の門前の右にある遍路用品店と、境内の間の道を進み突き当たりを右に行くとある。重要文化財多度津町指定有形文化財、道高寺旧造の仏像鉄道道路。ありがとうございます。